合肥にて孫策と手合わせした董卓は自らの部を持ってこれを打ち破った。小覇王の孫策に大覇王たる董卓が敗れるはずもない。董卓は瞬く間に江南一帯を平らげた。董卓は度量の広さを見せ、これまでの働きに報いてやろうと江南の地を呂布に委ねた。自らは都へと凱旋し祝宴の日々を送らんとするが、それを許さぬ旧報が届く。金馬長と自称する馬長なる称号族が西の都長安を騒がしているというのである。これは捨ておけぬと董卓は再び軍を率いて出陣し、漢中の要害道館へと向かった。馬長軍の勢い凄まじく、我が軍は押されているとのことです。くそ、馬長のクアップめが調子に乗りよって。よりによって呂布がおらん、こんな時に。全軍に伝えよ、馬長の首を取れば褒美は思いのままだと。では、そのように。呂布がいなくとも馬長ごとき、我が方にはこれだけの軍勢がおる。たかが馬長ごとき、恐るに足らずだ。北と東から道館を攻めるぞ。もろども進め。馬長が相手では部活に手が出せんぞ。関水目の入江か。私たちも頑張りましょう。馬長軍、道館へ引き上げます。
馬長が引き上げたぞ。こうしておれん、我らも進むのだ。一段でやるわい。噂にたがわぬ勇猛ぶりですね。敵将撃ち取った。新手が来よったか。一旦でやるわい。敵将撃ち取った。そうやすやすとは抜かせません。できやがれ。手こずらせるとは。我らも桶を取るな。そうやすやすとは抜かせません。撃ち取った。
我こそは馬頭が子馬長なり。見事な腕よ、この馬蒙毅敬意を表する。